ではですね、前蹴りで相手を止める方法をやってみたいと思います。普通に、やるとタイミングを取るのが非常に難しいです。しかし、目元手を入れてやると。タイミングを取りやすくなります。ではもう一回やってみたいと思います。はい、目音でなしだとこんな感じです。ありだと。こんな感じにタイミングを取ることができます。横からやっても、じゃあ横向きになってもらって、じゃあ一回なしのパターンでぼーっとしておいてもらってですね、ここに、攻めていこうとしたときに、横掛けようとしてもですね、バランスが崩れてしまいやすいですが、この横からの時もですね、目を取って、狙っておきますと、おお、このように、タイミングよく入ることができます。手をするとこうなるけれども、これと、ですね。こんな感じで、止めて、その後の技につなげることができます。ちょっとこう構えておくと、こんな感じで、取ることができます。